内部告発っていうね言葉を聞いて皆さんは何を思い出すでしょうか。私は西宮冷蔵の水谷社長を思い出します。2002年1月、私が当時 NHK の職員でアメリカのソルトレークシティの方に出張していた時にこの事件は起こりました。兵庫県の西宮冷蔵というところでですね、この水谷社長がですね、記者会見を開いて、雪印食品というところが牛肉の偽装をしていた。何をしてたかというと、BSE、いわゆる恐竜病というのが当時流行っていて、日本国産の、日本の牛も BSE という狂牛病にかかっているということで、国産の牛肉を政府が買い取ると、買い取って燃やすんだという事業というか、そういう動きをしてたんですね。で、日本の牛肉は買い取ってもらえるから、この雪印食品というのが、外国のオーストラリア産の牛肉を日本産だと偽って、国から約2億円のお金を受け取った。で、それを内部告発したのが西宮冷蔵の水谷社長。いわゆる中に入っている肉をですね、外国産に詰め替えて、国内産にですね、仕立て上げて、まあ、西宮冷蔵というのは冷蔵庫の会社です。大きな冷蔵庫を貸し出す会社で、まあ、そこに雪印食品の人が中に入って肉を詰め替えた。本当はオーストラリア外国産の肉なのに日本国産だということで、この西宮冷蔵にあった、まあ、お肉をですね国に買い取ってもらって2億円の、まあ、詐欺をした、こういう事件で、その事件の告発をした。あれは日本の肉じゃないぞ、国産牛じゃないぞ、オーストラリアの肉だって言ったのがこの水谷社長。水谷社長は朝日新聞に、まあ、最初そういったことを相談して、朝日新聞が書いた次の日にテレビ新聞がたくさん来てですね、この西宮冷蔵の中の、まあ、偽造したですね牛を出したと、まあ、こういうことなんです。で、この人は正義の内部告発者と、まあ、いうことを言われたんですが、実は今大変なことになっています。2002年ですから、今2024年、もうあれから22年経ってます。この水谷社長、僕は実は一度お会いしたことがあります。今から10年ほど前です。もうえらいことになってます。このように正義の内部告発をしたことによって、当時全体の1割程度の雪印食品からの、まあ、仕事だったんですね。8割9割は別の仕事会社だったんですが、なんとこの雪印食品以外の、まあ、企業もですね、同じような悪いことをしてたんでしょうね。正義の告発をした西宮冷蔵から仕事をどんどん、まあ、引き上げていった。ここを使わなくなった。最終的に西宮冷蔵は破産、倒産をするということで、で、経済的に厳しくなって、水谷社長の次女の方が、まあ、マンションのベランダから飛び降りると。いうような、まあ、自殺未遂をされまして、今も車椅子の生活が続いている。もう内部告発なんかしたらとんでもないことになるよという、まあ、一つの、まあ、事例というか。で、ここでも水谷社長はテレビ局に対してめちゃくちゃ怒っている。で、どんなこと起こってるかっていうと、内部告発なんてしない方が、まあ、内部告発をしてね、してどうでしたかと、まあ、もっと言うと、また前の子がしますかって言ったら、水谷社長はもう絶対しませんっていうふうに答えた。でも実はその後にもっと準備をしてやればよかったっていうことで、全然ちょっとした趣旨が違って、内部告発はまたやりますと水谷社長はおっしゃって、ところがテレビは内部告発はもうしませんというふうに編集に切り抜いてるそうです。このようにですね、テレビ局というのは全く事実と異なるような報道をするのを今も平気でやっている。読売テレビがそのような報道をしているようです。まあ、いずれにしても今も水谷社長、もう今御年68歳ぐらいになっているのかな、
もう22年前ですから、今多分70歳ぐらいになっていると思います。まあ、息子のですね、こう、ちょっと息子の、こう、息子さんが今、西宮冷蔵を引き継いでやっていらっしゃるんですが、まあ、なかなか厳しい状況が続いていて、西宮冷蔵の運営だけでは厳しい。まあ、という状況でですね、この、僕はこの水谷社長が内部告発をしてから3年後の2005年に内部告発をしました。この西宮冷蔵の水谷社長がやっぱりかっこよく思えたし、その後水谷社長は選挙にも出てるんですよ。大阪の辻元清美さんとかのところでも出たりとか、西宮市の市議会議員選挙も出てるんですが、残念ながら落選してると。まあテレビが僕はあの水谷社長の本音の部分をこううまく伝えずに、まあ、いわゆる偏向報道して三谷社長が内部告発をした後に、不幸な人生になっていると思っています。まあ、とにかくですね、こういう大きな企業を敵に回すとですね、テレビ局は大きな企業からスポンサー料、いわゆる広告費をもらわなきゃいけないので、正義の人って嫌いなんですよね。からこの兵庫県の西宮冷蔵の問題っていうのも、今回のこの兵庫県の知事選挙において全く関係してないわけじゃなく、これまで正義の告発をした人をメディアが潰してきたという歴史があるということを、皆さん詳しくはウィキペディアとか出てますので、西宮冷蔵あるいは西宮冷蔵水谷社長で検索してもらえれば皆さんに知っていただくことができると思います。以上です。 NHK をぶっ壊。さて、12月8日告示の泉大津市長選挙に立候補を表明しておりますが、まあ、泉大津市非常に小さい町で、だいたい4キロ4キロぐらいしかないですよね。4キロメートルですね。だいたい17平米キロメートルぐらいしかないんですけども、まあ、ポスター掲示板がちょうど140枚しか貼れないですね。逆に140枚だったらですね、もう一斉にポスターを作るというよりも140枚をそれぞれバラバラのポスターを作って貼っていきたいなと思ってます。で、これまでは立花隆が皆さんをお守りしますっていう僕からのメッセージだったんですが、今回はポスターにあなたの応援メッセージを書きたい、いわゆる皆さんから立花に対する応援とか感謝の気持ちとか、僕はこれ募集するのも変かもしれないんですけど、例えばあなたのおかげで NHK 集金人が来なくなりました、立花さんありがとうみたいな、 できれば、どこ何々県だかになるし、山田太郎とか、そういう実名まで入れてもらえばいいんですけども、実名のない人は、まあ、これは何々県何々市ぐらいまで入れといてもらえれば、140枚、まあ、ポスターのイメージとしたら、まあ、僕の顔と名前があって、でこの辺に応援メッセージみたいなものをですね、140枚貼りたいなと。で、今回の兵庫県の知事選挙で真実を教えてくれたのは立花さんです、ありがとうとか、なんかそういうのをね、140人分の応援メッセージを泉大津市内に貼りたいと思ってます。で、メッセージの送り方は簡単です。この下のコメント欄にあなたの応援メッセージを書いていただいて、まあ、こちらの方でですね、勝手にまあ、選ばせていただきますが、お名前まで書いている、もちろん TT とかそういうですね、東京都港区 TT よりとか、そんなのでも全然いいんですけども、まあ僕がこれまでいろんなことをしてきましたので、僕が忘れてることもいっぱいあると思いますから、いわゆる私は立花さんに助けてもらったので立花さんを応援してますとか、そういうね、コメントをちょっと書いてもらえれば、140枚のポスターに、まあ、僕の写真と名前がこれぐらいであって、この辺にこうメッセージを入れる、名前と写真と名前があってこう入れるなりということで、140種類のちょっとポスターを作ってですね、貼りたいと思っていますので、ぜひコメント欄に皆さんの応援というかポスター掲示板に貼るメッセージをどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。以上です。 NHK をぶっ壊。